どうも、エムエです。ピュアラの皆さん、ビオリーようこそ。こんにちは。こんにちは。ちょっと久しぶりのさ、開封動画をやっていくから、今日は。はい。ちょっと久しぶりじゃない？久しぶりだよね。そうかもしれないね。うん、まあ、バタバタしてたからね。まあ、でもね、動画自体はね、ちょくちょく出してたんだ、昨日。うん。昨日の動画はさ、めちゃくちゃさ、マジで強風でやばかったんだよね。だけどなんかまあまあたまには語り動画もいいかなと思ってさ、うん、上げてみたんだけどさ、作業の休憩中に撮って、はい、みんなさなんかめっちゃね昨日の動画でねなんかインスタとかでめっちゃメッセージみんな送ってくれてありがとうって感じでした。そうそうそう、なんかすげえなんか深いことを書いてくれてる方も多くって、うんうん、すごい読ませてもらった、うん、はい。でさ、あ、そうだそうだ、まあ、とりあえず乾杯するわ。はい、はい、じゃあ皆さん今日も一日お疲れ様です。乾杯。チー、タムラ力強いですな。今日はちょっと力強く、タムラね、タムラさ、買ってくれた人が続々と増えてきててさ、うん、嬉しいよね。そうだね、嬉しいですね、うん、嬉しい嬉しい。今日私もアライズ T シャツだから、あ、そうだ、アライズね、あと まだだけど、もうね、うん、なんかもう数日でさ、多分発送とか始まるよね、多分ね。ああ、そうだね、もうすぐ始まる。そうだよね、そうよね、そうよね。みんなだから買った方は楽しみにしててね。はい。うん。あとね、ちょっと開封する前に、ちょっと一個だけさ、ちょっとおすすめしたいものがあって、はい、私さ、結構ファミマガチ勢なんだけど。ファミマガチ勢、うん、そうそうそう。初めて聞いたけど、ファミマガチ勢。いやなんかさ、ビオラさんはずっとおなじみだと思うんだけど、うん、あのシャルドネね、シャルドネ香るストレートティー、はい、あれさ、ファミマでさ、買ってるんだけどさ、うん、あれに出会ったのも結局私がファミマガチ勢だから、うん、あの出会ったみたいなもんで。そうなの？そうだよ、ファミマガチ勢だから出会ったの。あれだってあれファミマでしか私買ったことないけど、あれファミマのやつだよね、多分。あれファミマ限定だと思うよ。そうよね、そうよね、うん、そうそうそう、みたいな感じで、私はこうファミマでさ、日々さ、なんかいいものないかなって行くたびにさ、うん、ちょっとこう開拓してってるわけよ、うん、そんな中でさ、ちょっとね、出ましたよ、またなんか気になるものが。気になるもの、そう、これ多分新商品だと思うんだけど、買ったわ、こちら。じゃ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 ーん。これ飲みかけなんだけど、うん、ゴディバの、フラッペよ。フラッペ。うん。ファミマのさ、私カフェラテめっちゃ買うって言うやん。うん。それ、そんな感じで、ほら、その、何、アイスコーナーみたいな、うん、カフェラテとかアイスコーヒーがあるコーナーにこれが出たんやけれども。ほう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 。ゴディバのね、まあ、夢やん、ゴディバのチョコレートって。カロリーやばそうだね。え、でもね。どのぐらいなんだろう。これ飲んでみたんだよ。うん、そしたら、めっちゃこってこってしてそうなイメージあるやん、これ見たら。まあ、色がね。色がね。色がね。そう、だけど、これ意外と、めっちゃ、なんか飲みやすくって。ちょ、数字を教えてよ、数字を。あ、まあそうだね。私もちょっと今怖いから見てなかったんだけど。数字をさ。あ、じゃあ当てて、今見たけど。当てて。400。カロリーよ、エネルギー。400カロリー。うん、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。大丈夫、みんなも。じゃ正解は。はい。324です。あ、意外と低くない？うん。と意外と低めだと思うけど。あ、でも、まあまあまあ、でも炭水化物が 39.3 グラム。エナジードリンクよりはマシなんじゃないか。うん、エナジードリンクの方がやばい。多分ね、あのゾーンとかの方がやばいね。あれはなんかただの砂糖水やろ、言ってしまったら。ゾーンの炭水化物なんと70グラムありますから。おお。あれ恐怖だよ。70? うん、ゾーンの、あれゾーンが一番やばいんだよね、炭水化物。推奨されてる1日に摂るその米、うん、米のその炭水化物の量っていくらぐらいやったっけ。大体お茶碗一杯が大体50とかだったかな、確か。ってことは30から50ぐらいだったっけ。まああれゴクッと飲めば茶碗一杯以上というか、ちょっと大盛りぐらいの米食べてる感じなのか。茶碗 1.3、2、3 倍ぐらい。あー、おー、行くね、なかなかね。なかなか行くね。なかなか行くね。なかなか行くね。だから、チキンステーキとゾーンみたいな。ゾーンとチキンステーキで、うん、定食ですね。いや、でもさ、チキンステーキ食べるんだったら、普通に米食べるやろ。だから、実質、米4杯ぐらい食べてることなのか。そういうことだ。おー、行くね。行くね。行くね。でも、私、最近エナジードリンク飲んでないんだよね。エナジードリンクはなんかノンシュガーのやつが出てて、あ、ある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 あれ美味しかった。モンスターもあるの？
モンスターだった。レッドブルがさ、ずっとノンシュガーのイメージがあって、水色の方の。モンスターもね、ノンシュガーがあって。のも、美味しかった。あれ美味しかった。でも本当にノンシュガーなのかなって思うぐらい甘かったんだけど。いや、でもさ、甘いよ。まあ、人工甘味料を使ってるからあれだけどさ。ああ、まあ甘いからね。でもうまかった、あれ。そっか。そう、ノンシュガーだからね、ちょっとね、罪悪感なく飲めるんだけど。え、そうだね。え、ちょっと飲みたい、それ。うん、なんかあったよ、そういえば。生配信やるとさ、エナジードリンク代ですってさ、くれるビオラさんがいるわけよ。うん。だからさ、それに便乗して。そうね、主に俺がエナジードリンク買うかもしれない。あ、そうだね、確かに。うん、私はなんか、なんだかんだ最近、そのカフェラテとかそっち系ばっか買ってるからさ。うん。まあ、シャルドネはもうなんか、いつものように買うからさ。まあ、そうだね。あれはなんか2リットルのペットボトルで出してほしいね。確かに。だってあれ2リットル分買ったらさ、400円ですよ。ああ、でもそっか。でも私あれでもいいよ。紙パック。私紙パックで飲むの好きなんよ。ストローを刺して。あれすげえ好きなんよ、あの飲み方。うん。なんか昔のさ、リプトン飲む高校生みたいな感じで。飲んでから。そう、飲んでたでしょ。安いからね。うん、そう。今どうなんだろうね。あれ廃れたのかな、もう。あの文化。どうなんだろうね。まあね、なんか雑談が長くなったけれども、はい、今日はね、結構楽しみなやつを開封していきます。実はこれもビオラーさんからもらいました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。いや、これね、すごく可愛くて、こちらです。じゃん、じゃじゃん、こっちやな、じゃん、これ、はい、ポップマートなんだけど、うん、これね、車じゃねえな、なんだこれ。バンパーカーって何？バンパーカーじゃないか、これ。車か、車でいいのか。でもなんかちょっと特殊な形の車だよね。なんか遊園地にありそうな、なんか、うん。なんだっけ、これ。いや、見て見て。こういうのさ、遊園地とか、昔のさ、イメージ、デパートの屋上の遊園地みたいなところにさ。ゴーカートみたいなやつ。でもなんかほら、すげえスローテンポで、あの子供3歳ぐらいの子供あるなんかそんな感じのやつじゃない、これ。なんかそうだよね、うん、まさしく こういうなんか坊やが乗ってそうなさ、はいはいはい、乗ったことあるよ私も昔なんか動物園とかにあった、そういえば。多分百貨店の屋上とかね。でもさ、私思ったんだけど、うん、百貨店の屋上なのよ私も。あの、うん、なんだかドラマだったか映画だったか何で見たかは覚えてないんだけど、うん、百貨店のなんか屋上にあるイメージ。あ、思い出した。最近見たのやつだと、最近でもないけど、うん、闇芝居の中でもあった気がする。なんかちょっと古いなんかデパートかなんかの廃れた屋上でなんか乗り物あってみたいな、そういうイメージだこれ。はいはいはい、うん、で、ね、で、どれを狙うかって話なんだけれども、うん、まあこれでしょ、私はやっぱりこれですよ。モリーね、スカルパンダ。モリースカルパンダ。もうモリー、スカルパンダのもうこの2強よ。これ。私はもうこれがやっぱ一番好きやね。うん。これさ、読み方ラブブだ、いいんだっけ？これラブブ。このウサギみたいなやつ。これ。なんだっけラブブ？これ。これ前クリスマスのやつさ、出したけどさ、もらったやつでね。これもでもなんか結構私美術好きよ、割と。見せて。これ。はい。ラブブ。うん、これ結構可愛くない？このどう？この中で。ああ、そうね。モリースカルパンダはもう絶対欲しいじゃん。モリースカルパンダですね。絶対欲しいじゃん。はい。うん。もう誰が何と言おうとモリースカルパンダ、ね。モリスカですね。モリスカやね。モリスカ。いや、モリスカって。モリスカシクレ狙いですね。あ、シクレ何これ？そろそろシクレって欲しいね。そうだね、うん。ビオラさんの中でも最近もシクレを引き当てましたって方いたけれども、シクレ欲しいね。何人かね、シクレットね、いいよね。うん。そろそろ欲しいですね。モリーも可愛いやつ出てたしな、また。そろそろ当ててください。そろそろ当てたいね。はい、てかこれ、シークレットこれモリーなんじゃないの、このシルエット。120分の1だね。結構重たいね。120分の1出るってやばいよね。冷静に考えて。結構重たいね。わぁ、まあ、とりあえず、まあ、モリー、あ、このモリーめっちゃコストないってか。ちょ、モリー超可愛いの、これ。これ、スカルパンダ私大好きやけど、これに関しては結構モリーが一番欲しいの。あー、多分ブリスターに入ってる感じなんだろうね。あ、間違いなくブリスターやね、これパターンは。ブリスターしっかり入ってるパターン。そんな気がする。絶対そうだね。100%。まあ、楽しみだな。初めて開けるやつだよね、これ多分。これ初めてだと思う、ね。うん、絶対初めてこれ。やったことない。うん、ない。じゃあ行きますよ。はい。何が出るかな。行くよ。せーの。
じゃーん。あ、違った。違った。何このふてぶてしい猫は。めっちゃふてぶてしいんだけど。本当だ。ふてぶてしいこいつ。ビビキャット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 。わあ、無理じゃなかった。ビビキャットさんですか。ビビキャットか。ビビキャットですね。初めての子やね。そうですね。はい、あ、重っ。結構、結構、重力級。結構重力級よ、これ。なかなかに。あ、カードかわいい。あ、カードかわいい。カードね、こんな感じなんだけど。うん。ほら、こんな感じ。ちょっとこう、ツヤっとしたコーティングがされてる。あ、かわいいね、カードね。うん。最近ね、カードね、あの、カード入れをね、あの、ファイリングじゃなくても、ボンボコ入れていけるタイプのやつ買ったの、これ。ああ。そう。なんだかんだそれが一番いいかもね。なんだかんだね。ああ。うん。楽だし。そう。とりあえずこれに入れとけば、探し出せると。うん。本当はもっと増えると、私はなんていうかな、森は森みたいな。スカルパーナみたいに入れようと思ってるけど、うん、まだそこまで今のところは、ね、まだ大丈夫、さばききれる量だから、はい、うん、そうって感じで、この子ね、はい、この子さ、僕は初めて見た、ちょっとマジで初めてだな、うん、え、いたんだ、何とも言えない気持ちやね、ちょっと初めてだからまあそうね、でも初めての子はさ、やっぱりなんだかんだまあ、お目にかかったらかかったで、あ、待って、猫缶じゃん、これ多分シリーズがあるのかな、これそう思った、シリーズでも見たことないんだけど、私うん、見逃してるんじゃね、そう、そこなのよ、ポップマートめちゃくちゃ多いからさ、で、私もさ、ポップマートはさ、そんなしょっちゅうは行けてないわけ、実際問題、はい、うん、本当はなんか定期的にさ、ポップマートのさ、うん、お店に行ければいいんだけどさ、まあね、この前も、あの北野エキスポに行った時に、うん、あそこね、そう、みんな行った時、まだやってるもんね、北野エキスポやってるね、あそこ池袋、あの同じビル、ビル、うん、にあるから、ポップマート、うん、あるね、あるよね、近い私写真だけだからその時撮ったんだけど、結構次のさ用事もあるからさ急いで出ちゃったんだけど、うん、まあぜひあのセットで行ったらいいんじゃないかな、うん、うん、ビオラさんだったら、はい、これね、いいよ、なんかすげえコロコロ転がります、これコロコロ転がりますあのねこんな感じで、ほら、あのしかもね、かなり滑らかです、はい、子供のおもちゃにするにはちょっとあの贅沢な高級な、どうなんだろう、高級なのかな、いや、いくらぐらいするの、子供のおもちゃって、今全然わかんないんだけど、いや、子供のおもちゃ結構高いよ、あのトミカってかいくらぐらいだっけ、あのトミカはわかんないよ、あれいくらぐらい、1000円ぐらいじゃね、あ、じゃああんま変わんないのか、あんまり変わんないか、多分、うん、トミカはなんかもう子供のおもちゃじゃなくて、うん、あれはもう大人のコレクションの感じがするけどね、トミカは、そうね、うん、今さ、ガッツと目が合ってさ、めっちゃかっこいいってなった、全然違うこと話してる、今飛んでる飛んでる、自分で作ったやつだろ、会話が飛んでる、あ、部活かっけえじゃなかった、何も気にしてないよ、いや、そうさ、今めっちゃ話変わるけどさ、今日も私ベルセルクをねダイジェストを見ててさ、うん、YouTube でかっこいいね、やっぱベルセルクはよ、すぐベルセルクの話になるんだよな、てか、あの今さ、マジで言わせてほしいんだけど、やっぱブームってあるやん、うん、マイブームみたいな、もう今やっぱりね、私ね、この一時の期間、うん、今ね、もうベルセルクとスラムダンクがやばい、マジでやばい本当にやばい、あもうかっこいいよね、スラムダンクも今さ、もう永遠に音楽かけてるもんね、マジで、もう気分高めるためにかっこよすぎる、マジで、確かにね、かっこいいかっこいいね、本当にかっこいい、もうスラムダンクやばいわ、今スラムダンク語るので一本動画撮りたいぐらいもんね、あでも私また映画見に行こうと思ってっから、それ見に行ったらまたちょっと語ろうかな、なんかちょっと改めてね、改めて語ろうかな、なんか多分スラムダンク好きな人いっぱいいると思うから、この動画見てくれて、まあね、スラムダンクはファンも多いからね、いや多いよね、絶対あの時期にね、ジャンプのやつは結構ファン多いね、幽霊白書、ドラゴンボール、世代の方も絶対いるのね、このビオラさんの中で、私は世代じゃなかったし、最近本当に好きになったから、まあ、でも名作はやっぱね、何年経っても名作ですよ、え、マジで私この3本の指に入ってるもんね、うん、今自分の好きなアニメの中でもドローンって入ってきた、それ6本、そうなんです、6本、まあでもこの5本の指には絶対入ります、ああなるほどね、増えたね、しかも今もうこの感じです、今もうこの感じです、それ2本だね
死にほんね、減ったね今度は。いやもう、うん、3、5、2って言うの。まあいいえ、それぐらい今も気圧ってこととにかく、はい、やばいマジで、うん、って感じですかね。今日はなんか、うんうん、あのちょっと出なかったんだけど、モリーが、うんうん、モリーとスカルパンで出なかったんだけど、ちょっと次こそさ、そろそろシークレット欲しいですね、やっぱり。うん、そうだね、狙いに行こうマジで。この子はさ、ちょっとみんな知ってる、この子。うん。まあなんか可愛いけど、まあ、かわいいよ、可愛いけどね。うんうん、まあね、まあ、なんだかんだ初めましての子に会うと、あ、こういう感じかってのがまあ分かるから、うん、まあ、それはそれでなんか楽しい発見なんだけどね、うん、開拓してるようなイメージだからさ、こうやってね、うん、っていうことでした。今日は久しぶりにちょっとポップマートの開封動画だったんだけれども、まあ、日和ではね、久しぶりにやるといいよね。でもまだまだ私開封したいものあるから、うん、またやっていきたいと思います。はい、はい、ということで、みんないつもコメントとかありがとうございます。まだまだ暑いけれども、お盆がちょうど終わったぐらいかもしれないけれども、お盆が終わったぐらいだね。お盆が終わったの、今世間では。お盆が終わったんか、うん、まあいいや、うん、これから多分仕事って人も多分多いと思うんだけれども、まあお互い頑張りましょうよ、うん、はい、ということでした。じゃあまた次のビューよりでお会いしましょう。バイバイ。